今日は秋の花材を使ったスワッグを作ります。こんにちは、枝金商店街の花屋のゆうです。このチャンネルではお花を使った作品作りのアイデアをご紹介しています。使ってほしい花材や作ってほしいものがございましたらコメント欄の方にリクエストをお願いします。今日は秋の花材を使ったスワッグを作ります。ワレモコウや千日紅、ユーカリを入れて作っていきます。それではやっていきましょう。材料の紹介をします。こちらワレモコウです。今日は4本用意しています。はい、こちら千日紅です。こちら枝ぶりのいいところを2本用意しています。はい、こちら硫化デンドロです。スプレータイプですね。こちらも2本用意しています。はい、こちらエリンジウムです。こちらも2本用意しています。はい、こちらネベリアと言います。こちらも2本用意しています。はい、そしてこちらドライアンドラと言います。こちらも2本用意しています。はい、そしてその隣、こちらスモークグラスと言います。こちら3本用意しています。はい、そしてこちらティーツリーと言います。メラリュウカとも言いますね。こちらも2本用意しています。はい、こちらユーカリのポポラスです。枝ぶりのいいところ、こちらこれで1本ですね。1本用意しています。はい、こちら麻のリボンになります。こちらでラッピングを今日します。はい、麻紐を用意してください。はい、ペーパーラフィアですね。リボンとして使用します。はい、輪ゴムを2本から3本用意してください。はい、よく切れるハサミを用意してください。以上です。早速作っていきます。まずは葉を取るなり、葉の整理、葉っぱ、花の下ごしらえですねから始めます。じゃあ割れ木を少し枝を分けます。今日全体的には40センチくらいの長さで作っていきますので、結構細かく、そして葉っぱも取ってください。よいしょ。はい、こちらも2分割します。で、葉っぱ取ります。よいしょ。少しふんわりとした、ぺったりとしたではなくて、こんもりふんわりとしたような花束に近いようなスワッグにしていきます。はい、割れもここなもんですね。で、千日紅も、よいしょ、枝を分けちゃいます。千日紅はね、結構折れやすいんで、ご注意ください。はい、ちょっとこれ1個取りましょうかね。はい、そして硫化デンドロ、これたまたま下で分けれそうなんで、これはこれでなんとかうまく使いましょう。で、下っ端取ってください。これも、これが長いんで1個とします。取って、短いのも全部入れていきます。これもこれ分けちゃいます。で、下っ端取ります。はいはい、エリンジウムはこのまま使います。少し大ぶりの葉っぱだけ取ります。一番バラの下によく大きい葉っぱあります。はい。ちょっと切ります。で、ティーツリーも分けますが、これは OK。ちょっと長さも欲しいので、分け方を考えます。これ、はい、やけに長いんで落とします。で、下っ端取ります。これも長いんで半分にしちゃいます。こうですね。はい。こうですね。で、こっちも今んとこ長いので、これも長いです。切っちゃいます。下っ端取ります。下っ端取ります。で、こっち、センター、中心のあの部分が長くなりがちなんで、これも取っちゃってください。はい。で、スモークグラスはこのままいきます。はい。で、ネベリア、ちょっと長いし、硬いので、先に切っときます。はい。で、ドライアンドラ。取っちゃいます。よいしょ。
ちょっと長いですね。はい。で、ユーカリ。ユーカリ、ちょっと一回ざっくり切っちゃいます。よいしょ。で、長いので、切ります。ここで切ります。で、持つところの葉っぱは、ちょっともったいないですけど、取ってください。はい、なんでなるべくうまく分けれそうなところというか全体に残せそうなところですね、上も下もを切ってください。でここで切ります。これこのままいけますね。でちょっと長いので分解します。いけます。でこういう時取ります。取ります。結構もったいない感じしますけど下っ端は全部取ります。こんな長いので、はい、はい、こっちはこっちで使いますか。ちょっと長いのも使いたいので取っておきましょうか。長めのも取っておきます。よし。そしたら組んでいきます。まあ割れもこを先に持ちます。特に、はい、なんか綺麗めのバランスがいいところを持ちます。全体的に。あのペタッとしないでふんわりとした構造。今持ってるのもちょっと長いかも。こんなもんかな。なもんです。40センチから30センチの間ぐらいの長さ。このぐらいの間隔で作ります。で、硫化デンドロ入れていきます。はい。なるべくここで作っていきます。で、千日紅なんかが実際折れやすくて入れにくいので、あらかじめ、この、ね、序盤に入れといた方が楽です。こうですね。こういう感じですね。少し回しながら、はい、回しながら柔らかく持ちます。でネベリアも入れます、はい、今日スワッグって言ってますけど割と花束に近いですね。で割れもこをまた入れます。よいしょ。割れもこが全体的に頭一つ上っていうイメージで作ります。こうですね。で枝の割れもこは取っておいて線にしく丸くします。でドライアンドメラリーあの T ツリーでエリンジウムもそろそろ出ます。エリンジウム、はい。でスモークグラス、これも間に入れてきます。こういう感じ。入るだけで結構印象が変わりますよね。こういう感じです。はい。で千日紅、はい。で千日紅でそろそろ硫化デンドロ2本目。じゃ反対側に行きましょうか。なんですね。でまた T ツリー、これ動きが出てすごい使いやすい花材です。普通のアレンジでも使いやすいんです。これちょっと長かった、ちょっと切ります。よいしょ。こんな感じですね。もうこれで綺麗ですけどもっとボリュームを出していきます。はい。でよいしょ。千日紅をもう一回入れます。なるべくまあ均等に、今日は均等にしていきます。どこかに固めず均等均等で。よいしょ。はい。でエリンジウム、もう一個エリンジウム。よいしょ。はい、ボリュームが出てきました。で、スモークグラス、スモークグラス、はい。でドライアンドラ、ちょっと大きめのがあるのでこっちに一ついるので、じゃ反対側にしましょう。よいしょ。割れもこう入れて、よいしょ、はい。ユーカリも入れて、よいしょ。もう半回転でドライアンドラ、ドライアンドラ入れます。はい。で短いのも入れていきますよ。リューパデンドロ、 T3、ほい。で、T ツリーもう一回入れます。よいしょ。ちょっと枝分かれしてるんで、うまく入れてください。で、千日紅。ほい。千日紅ね、折れててもね、なんとかこう、立てかけて、うまく使えるんで。千日紅。さあ、残すところ、ほぼほぼユーカリだけになりましたんで、ユーカリ。まあ、ちょっと割れ物ちっちゃいのもあるんですけど、ユーカリをですね、入れながら、最後バランス取って調節していきます。で、ユーカリ。
はい、ユーカリ、はい、なんとなくこう均等になるように作ってます。よいしょ、ユーカリ、ほい、もうちょっとですね、ユーカリ、よいしょ、ユーカデンドロのユーカリと。で、今全部入ったので、ここで一度少し手を緩めて全体的な高さの調節をします。要は埋まってるものとかが出てきちゃうので、その埋まらないように全部が見えるように持ち上げてあげてください。よいしょ、よいしょ。で、力緩めれば上に浮かせられるんで。で、均等に作ったとはいえなんとなく前が決まってくるんですけど、はい、じゃあこんな感じで一旦切ります。すごいですね、結構なボリュームになりました。やっぱ千日紅が入るとなんか秋っぽいですよね、夏秋って感じですね。で、輪ゴム留めます。輪ゴムなるべく太めの枝見つけまして、はい、こうではなくて輪ゴム通した後、こっちを止めてください。指の上をで戻してください。どういった、ここだ、はい、こんな感じですね。これで、まあ、止まりはするんですけど、ちょっと強化っていう意味で、麻紐を巻いておきます。麻紐。で、今日この後、まあ、ラッピングみたいなことするので、後ろを作んなくてもいいんですけど、まあ、一応作っておきます。麻紐。ちょっと残しておいてください。で、巻きます。よいしょ。ちょっと引っ張りながら巻きます。よいしょ。面を作る感じですね。巻きます。よいしょ。ちょっと引っ張りながら。で、戻します。よっしゃ。で、後ろで、よいしょ。結びます。2回ほど。結構緩むんで。で、一応輪っか作っておきますね。こうやってね。はい。で、今日ここから、このままラッピング、なることをするんですけど、すごい、見事に均等だな。はい、そしたらラッピングなることするんで、よいしょ、さっきの麻のリボンですね、これをこういう形してます。長方形で60センチぐらいあります、ね、でこれを半分にして幅ちなみに30ぐらいです。ずらします。そうすると山が4つできます。山4つできましたら、ここが真ん中です。なんとなくこう置いたりしたくなるんですけど、真ん中この1,2,3,4 のここの接点ですが真ん中で、ここによいしょと置きます。でこの時ちょっと足出ると、あの、個人的にはかっこいいと思います。こうしちゃうよりかは上が完全に入った方がいいですね。で、なんかクレープみたいな感じです。寄せて寄せます。そうするとこの4つが囲むんですよね、花をね。でそのままここよいしょ掴んじゃってください。こうやって掴んじゃいます。で、この掴んでいるところにも輪ゴムを使います。1本じゃなんか緩そうな場合は2本二重にして、これはですね、ここの今自分が持ってる親指の下が止まればいいので、こうしてこう、もう本当に止めるだけの輪ゴムでいいです。手にかけたり花屋さんっぽいことしてずに止めてください。ホッチキスでもいいんですけど、ちょっとあのパーンって弾かれやすいですね。で、今、これ止めた後、ちょっと広げたりもできるんですけど、輪ゴムじゃやっぱかっこ悪いので、こういったラフィア、まあ、もしくは普通のリボンでもいいんですけど、ペーパーラフィアみたいなものを使います。あの、麻紐で何重かして、あの、蝶々結びっていうのも可愛いんですけどね。はい。で、こう飾るんで一応下からいきます。一重でいきそうですね。よいしょ。輪ゴム主に隠してください。主にっていうか。主にっていうか、はい、ゴムが見えてるとちょっとかっこ悪いんで。で、さっきあの中の輪ゴムも今ここ見えてないので、輪ゴムがなるべく見えないように麻ひも巻いたり輪ゴムかけたりしてください。で、蝶々結びで、はい、こちなみに二重で2本使いました。はい、こんな感じで完成になります。完成しました。
秋になると花屋さんにはたくさんのお花が並んで、ドライフラワーになる花材が増えます。いろいろなお花を混ぜて作ってみてください。今日もありがとうございました。